はい、こんにちは、ユニオンメイドの佐藤です。アメリカのミリタリーですね、 M65 です。このグリーンのね、オリーブのやつがね、本筋なんですけど、大好きなんですけど、40代半ばも過ぎて着るとちょっとね、危ないおじさんなのかなと思われるんで、最近はこの色あんまり着てないですね。まあ、その他に民生品なんですけど、黒とか紺とかがありまして、そっちはね、もう毎日のように寒い時期はね、着てるんですけど、本当はこのグリーンも好きで一緒にラインナップで着たいんですけど、まあちょっとイメージですね。こう、これ新品なんですよ。当時のね、80年代のデッドストックなんで、何回も袖通してないんですけど、新品なんですけどね。ズタボロのとかワッペンついたこう放出品とか着てるとちょっとまたよりワイルドな感じに見えちゃうんですけど、まあまあ新品だったらと思って。でもまあやっぱグリーンもね、クタクタになってるの 2,3 着もあるんですけど、新品1着押さえておきたいと思って、アメリカ製のアルファインダストリーの最後のやつをこうやって持ってます。このグリーンの M65 とかね、カーキのタンカースっていうのはもう60年代70年代からのアメリカのね、こう映画の中でそこら中で出てくるんですけど、まあ50代の僕が言うと、これもあれもこれもあれもとかって、まあね、それに洗脳されてきたら出てくるんですけど、若い世代とかがあんまりにも知らなくて話が通じなくてびっくりしちゃうなっていうか、まあ、ジェネレーションギャップを感じる時もあります。このグリーンの M65 といえば、まあ一番有名なのはランボーですかね。シルベスタ・スタローンが友達のその故郷にずらざっと流れてきた時に来てて、なんか当時はね、ベトナム帰りだったり、安いこうジャケットの方式に来てて、なんかよそ者が来たぞとかって後ろ指さされながら歩いたりなんていうのもあり、まあタクシードライバーでロバート・デ・ニーロが来てるシーン、あとね、結構爽やかに来てたのはフラッシュダンスでジェニファー・ビールスが工事現場で働くんですけど、そこにね、自転車乗って、それで白ヘルメットをかぶってみたいな状況の中でこれ着てたり、あと48時間でね、エディ・マーフィーのかつての強盗の相棒がね、金を独り占めしようと思ってずっと止めてたポルシェの356の中の金をね、その持って逃げようっていう時に、なんかこうこれに着てね、肩を潜めて歩いていくなんて、そんなシーンがね有名なんですけどね。もうこうやってね、アメリカの土定番でありながらね、もう今の洋服にまですごく影響を与えて、これのリメイクっていうのは多いですね。最近ね、若い知り合いにこれを紹介したんですけど、最初こんな袖が太くてなんだこれって言ったけど、今のいろいろな洋服のキーになってるんだってことを調べてたら、どん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 ハマってったみたいです。で、僕自身がよく言ってるんですけど、1965年生まれで M65、まあ、1964年から採用されてるのはね、その頃なんですけど、まあ踊る大捜査線の織田裕二さんが着てるのはこれの M51 になるのかな。もうちょっと長くてここフードがつく、まあこれもフードつくようになってるんですけどね、この中にこのジッパーの中にフードが隠れてたりまして、まあこれはね、大変大変奥が深いジャケットです。もう僕も一生付き合っていくアイテムだとは思ってまして、何着持ってることやらっていうとこなんですけど、1回や2回じゃ語り尽くせないんですけど、このちょっととりあえずね、このグリーンのやつで、そのランボーだの、タクシードライバーだの、フラッシュダンスだの、そんな中で出てきて、もうアメリカのこう70年代80年代とかの映画とかのド定番なんだっていうのをね、ちょっと訴えかけていきたい。これが M65 です。すごい腕が細くてスタイリッシュになって、どっかファッションブランドが作ってるみたいな感じだけど、これが起源なんだっていう存在をですね、定着させていくために、これからまたちょっと細かいところも M65 のことはね、紹介していきたいなと思っております。まあMA1 だったりとか、そういうフライト A2 とかもそうですけど、語り尽くすとキリがないくらいこう言いたいことあるんですけど、コンパクトにまずはまとめてちびちびね紹介してるんですけど、今日はまずは M65 の話をきっかけとして、はい、お話しました。また次回お楽しみにしてください。さよなら。